おはようございます、かんたまです。本日は後輩の結婚式、式が午後3時以降だから、まあナイトな結婚式の方だよね。美容院の予約がね10時なので今8時半、やばいんだよね。ビタミン C、 離乳食は基本的に既製品で賄っておりますが、まあ、既製品にないものもあるわけですよね。でそういうものに関しては作ろうと思って作ってたりするんです。でね、この間ねここに作ってみたの、こういうやつマジ大変。毎年花粉って広くなってるらしいよ。なんか去年の何倍みたいになるじゃん。それで言うとめちゃめちゃやばいらしいよ。それなのに最近ニュースでさ、マスクの着用率は何パーみたいな、茶番かって思うよね。とりあえず、あ、花粉の薬切れてるっぽい。あ、あったあったあった、すげー。エアポッツ持って、家の鍵持って、最近買ったメガネ。なんか私丸メガネが似合わないんだけど、これはすごいハマったんだよね、形が。でも即決しました。よいしょ。じゃあとりあえず美容行ってきます。ありがとうございます。マスゴです。どう？いいじゃん。目の感想は何なんだよ。すごいじゃん。綺麗だねとかさ、似合ってるねとかさ、似合ってる、可愛いねとかさ、似合ってる、可愛いね、うん、ありがとう。あり合わせのサバステ食です。いただきます。あ、うまっ、うん、うまっ。どうや、今が1時前で、1時半から今日キンプルだから、この30分間のうちにメイクを、顔を作っていきます。視聴者さんからいただいたやつですね。そう、てかさ、この母親が去年くれたのをきっかけに、今こちらに私のしんちゃんたちがね、いろいろ集まってるんですけど、ちょうど今日放送のキンプルでですか、あの予告でですね、平野さんがですねつけてたんですよ、この前髪クリップ、クレヨンしんちゃんのね。そしたら売り切れてるっていう、経済効果がすごいですよ本当に。アンブリオリス、はぁ、大丈夫？ちょっともうダメだ。で、大丈夫？バズコする？わかんないくらいにちっちゃい、どこ？弱い。男の人ってさ、ちょっと熱あるくらいでさ、あ、ちょっとだるいわみたいな。体弱すぎだろ。結婚式もマスクが強制じゃないはずなので、しっかりひげを剃っていきましょうね。最近のおすすめクッションファンデ、クラランスのブライトニングクッションファンデーション105を私は使ってるんだけど、クッションファンデ今までナーズのやつしか使ってなかったんだけど、圧倒的に軽い。シンのねこれ使ってたんだけど、これよりも圧倒的に軽いのにカバー力あるし、肌が綺麗に見えるっていうので溺愛してます。もうさ、パッケージがピンクで、私モノクロが好きだから全くねチェックしてなかったのよ、守備範囲外だったんだけど、これは圧倒的にベスコスですね。マジお気に入り、うん、超綺麗じゃない。でそしたらナーズの練りなんだっけ、練り影みたいな感じだっけ、これももうベスコスだよね。セッティングパウダー、これもめっちゃ軽い。私は基本的に肌につけるものは軽いものが好きなので、肌が呼吸できなそうって思っちゃうから。はい、次マックのウッドウィンクと単色アイシャドウ。うわー、うん、うん、
最近はチビが夜ね、夜中寝返り打って起きるっていうのの繰り返しが始まって、夜中にちまちま起きてます。で、テンプティング、結婚式といえど、まあ夜の結婚式なので、夜だからちょっと華やかな要素をプラスしながら、でもそういう場所ではないので、肌見せはねあんまり控えて、結婚式も時間帯と場所によっていろいろね身だしなみのねあれが変わると思うんだけど、今日はちょっと華やかさをプラスしながら、でも結婚式なので綺麗めに仕上げたいと思いつつ、お顔はやっぱり安心安全自信を持てるものがいいので、いつも通りの濃い目でいきます。そしてまつげ上に向かせるのよ、そしてまつげビューラー頼みなの。ちょっとだいぶギャルいかな、まあ、いっかギャル崇拝だし。で、サンバスク、チーク、はい、ギャルっぽい肌になれるエクストラディメンションスキンフィニッシュダブルクリーム。ツヤツヤで、仕上げにクラランスのこのフィニッシュミストみたいな。というわけで、ここからは着替え。ずっと今回何着てこうか悩んでて、とりあえず2つ買ってるんだよね。あの光沢感もありつつ落ち感あってお上品なこのブルー系、グレーブルーみたいなやつか、エンフォルドの黒のワンピ、ギャザーとかもあってドレッシーに着れるワンピースで、黒とこれどれにしようかなっていう。結構その結婚式黒っていいんですかっていうのめちゃめちゃ聞かれるんだけど、黒平気ですよ。今マネージャー、私のマネージャーやってくれてる子がもともとブライダルに5、6年いた子なんだけど、にもねやっぱ確認すると、こう全部黒だと、まあ、NG、 靴とかカバンとかにちゃんとポイントで色持ってきてあげたりすれば大丈夫。でもそのアパレル目線のね、私から言うと、ただ黒は黒でもビジュアル感が結構強いものだと、結婚式はちょっと、まあレストランとかのね軽いパーティーシーンだったらいいと思うんだけど、ちゃんとしたところっていうのはホテルとかだと浮いちゃうしっていうのすごい思う。あと肌見せ具合、日中の結婚式は露出は控えるべき。過度な露出っていうか、こうお腹周りとか結構デザイン性でさ見せるものとかあるけど、ああいうのはやめた方がいいと思うっていうのもあるんだけど、黒は平気なんだけど、まあ、私のポリシーとしては、一応結婚式は基本的に黒を避けるなの。去年はね黒で行ったことあるんだけど、基本的には黒を避けるポリシーなので、まあこっちかな。だからそう、今回なんで黒を用意してるかっていうと、そのバロックのスタミキチームのねのこの結婚式なので、スタミキの服から最初選ぼうとしたんだけど、ちょっと今のね気分に、私の気分に合うものがなかったから、バロックの違うものから選んどいたんだけど、この子がさ黒好きだからさ、でランチとかもさ普通に遊んだりもする中の子でさ、こう神田さんらしく来てくださいねみたいに言ってくれたんだけど、ポリシーとしてはね色物だから、ちょっと、やっぱ色物にしようかな、せっかくだからね。きっとバロックの他の人たちは黒率高いと思うんで。はい、今日の方ではこんな感じ。私の結婚式参列用のカバンとシューズにこのワンピ、アクセサリーもねパールっぽいやつがついてると思うんだけど、でここにも首元にもつけました。でまだ寒いから、これにこのアウターを羽織ってまいります。